私、三度の飯よりカレーが好きで、カレーのためなら死んでもいい。どうも。ねえ、のっけからね、ちょっとのっけからスパイスが効きすぎたかななんて言ってましてね、まあ、カレーだけにちょっと一晩寝かせればよかったかな、まろやかになったかななんて言ってますけれども、まあまあこんな置いといてまあねえ、まあまあこんなこと言ってるけどね、私こんなこと言うとね、いややっただろうっつってね、まあ言う人が出てきてね、ちょっとまあここで一句寝づちです朝がこっちに入ってくるとはね名前が出たんでちょっと一曲聴いてください。西野カナで会いたくて会いたくて女をまあこれ以上言うとね、あのまたこの辺でお疲れ様でした何でこのタイミングでタイミングは分かりませんけどもね、本人は息をよくくれましたからありがたいですね、またちょっと鳥居さんからね手紙いただいてまして、背景この手紙読んでる藤井はどこで何をしているんだろう、多分音符がついてるからこういうことやと思うんですけど、この手紙を読んでる頃には藤井さんはもうこの世にいないと思います。あと前々から藤井さんに言おうと思ってて、なかなか言えなかったことがあるんですけど、今日も言えません。気になるところしかない手紙ですね、これ。